ええ、蝶々は西洋音楽における蝶の一つで、ええ音を主音とする蝶々である。調合はシャープ六箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音界で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名同音的に変えられることがある。AA 長蝶と変と長長は十二平均率においては異名同音であり、かつ、長号の使用も六箇所であり、古都県では波長長の対処に位置する。しかし、長号を書く際に、A 記号を平から書く点や、同主長である A 単長が、シャープ三箇所で済む点から、AA、変とを主音とする音調は、AA で透めることも多い。 一方、変記号はロから書き、とは5番目となるが、こちらも変炉、永意を主音とする音調和で変炉で、遠めることも多い。波長調から最も離れているため、ある意味最も複雑で混沌とした印象を受ける。この調で始まって、都調調で終わる曲もある。バイオリンやビオラなどでは、音階中に開放弦が1個も含まれないため、大変弾きづらい調べである。 ドビュッシーがローマ賞を取りメディチソーに滞在中仕上げた公共組曲春に対しサンサーンスは英英町長であることを理由に還元楽に適さないとして酷評した。ドビュッシーがメディチソー滞在を最低期間の2年で切り上げたのはこの風評も一因だったとされる。一方、ピアノの場合英英町長は国権の位置関係から手にはまるため弾きやすい。 ショパンは未完の教則本の中でピアノの練習は A A 蝶々、変異蝶々、露蝶々から始めた方が良いと指摘しており実際にショパンにはこれらの調整による作品も多いとは言えども調子記号の使用箇所が6箇所と多いので読譜が困難な蝶の一つでもあるカテゴリー A A 蝶々を参照ありがとうございます